黒又川第一ダムは、新潟県魚沼市、一級河川、品野川水系黒又川に建設されたダムである。電源開発株式会社が管理をしている、発電専用ダムで、高さ91.0メートルの重力式、コンクリートダムである。直上流の黒又川第二ダムと共に建設され、認可出力61,500キロワットの発電を行う。かつては、 第2ダムとの間で溶水発電を行っていた。ダムによって形成された人造湖は、信濃川水系では規模が大きい部類に入るが、完成以後名称が付けられていない。黒又川は、新潟県内における信濃川水系の主要な支流、魚野川の支流である、博安川の小支流である。奥ただシルバーライン付近の日向。 倉山を水源として急な山岳地帯を北へ流れ、黒又川第二、第一ダムを通過し黒又ダム直下で、破寒川に合流する。破寒川は、その後南西に流れを変え、魚沼市四日町で魚の川に合流。魚の川は、破寒川合流の地ほどなく、長岡市川口地域で、品濃川に注ぎ、日本海へと流れていく。 黒又川は流域のすべてが急峻な山岳地帯である。ダムの所在地は完成当時は北魚沼国李広瀬村であったが、平成の大合併に伴い小出町、須門村、広上村、湯野谷村と合併して魚沼市となっている。黒又川を含む魚の川流域は新潟県でも屈指の豪雪地帯である。陶器は数メートルに及ぶ積雪があり、 60列や80列は容易に寸断されていた。だがこの雪は春になると大量の雪解け水となり、国草地帯である越後平野を潤していた。魚の川流域は山岳地帯が多く、上流部は険しく、至るところに落差の大きい渓谷を形作っていた。こうした気候的、地形的背景は水力発電に最も好都合であり、三国山脈を 水源とする魚の川流域や畳田田川流域は明治時代から水力発電計画が練られた。1926年に黒又川に黒又ダムが建設され、魚の川流域でもダムを用いた水力発電が計画された。1939年の電力管理法によって発足した日本発送電も引き続き魚の川流域の開発を行い、 1941年には、派官側にヤブカミダムが完成している。戦後、只見川流域の水力発電開発は1947年に、日本発送電東北支店が、只見川筋水力開発計画概要を発表する、ことで本格化した。また、日本発送電関東支店は、オゼ原ダム計画を根幹とし、利根川井の分水を目的としたオゼ分水案を、発表。 経済安定本部と商工省が中心となって、組織した、ただ見川、尾瀬源、ん、根川総合開発審議会において、検討対象となった。翌1948年には、東北支店と福島県が、ただ見川本流案を、ただみ川筋水力開発計画概要をベースにして、策定、川流域の一貫開発を基本とした水力発電計画を提示するが、 同時期新潟県も独自の水力発電計画案を発表した。これは、只見川分流案と呼ばれるもので、只見川本流に計画された、奥只見ダムとタゴソダムからトンネルを通じて、品濃川水系に分水するという計画であった。奥只見の水は、魚の川支流の佐無川に、タゴソウの水は同じ魚の川支流の破綻川に分水して水力発電を行い、 発電に使用した水を信濃川に放流することで、新規開墾に必要な灌溉用水を供給して、当時日本政府が最重要課題としていた、食料増産と電力開発を同時に達成させるというものである。水量の豊富な只見川の下水利用をめぐり河川、管理者である、新潟県は、分流湾、福島県は、本流湾、群馬県は、 オゼ分水案を押し密どもへの対立を繰り広げたが、1951年12月に、ただみ特定地域総合開発計画が策定され、政府の依頼を受けたアメリカ合衆国海外、技術調査団の実地調査が行われた結果、費用対効果など、総合的な観点で、本流案の採用が1953年に決定した。ところが、分流案を強力に推進していた。 岡田昌平新潟県知事以下新潟県当局はこの決定にも反発。最低を下した第3次、吉田内閣に対し揺さぶりをかけるなど中央政界を巻き込んだ問題に発展した。当時の内閣総理大臣である吉田茂は、ただ見川開発の早期促進を命題にしており、先鋭化する新潟県と福島県の対立を 解消するために1952年に発足した電源開発と共に仲裁に乗り出し、両者の妥協点を探るべく調整を図った。この中で登場したのが、黒股川第1、第2ダムを中心とした黒股川分水案である。これは、電源開発が、只見川で開発された電力を利用する、東北電力、東京電力と共同で検討し策定された案であり、 すなわち奥田ダミダムの水を黒又川源流部にトンネルを通じて分水し、第一、第二ダムで貯水して農飯機には必要な分を放流することで考え用水を確保する。これにより、新潟県の主張をある程度取り入れ、本流案に基づく開発を直ちに進める考えであった。1953年6月23日、 経済審議長長官官邸において、新潟県と福島県の両者より、意見聴取を行うべく、第3回電源開発調整審議会が開催された。政府側からは、戸塚久一郎建設大臣と、岡野清秀経済審議長長官。経済界からは、藤山愛一郎日本商工会議所会等ら8人の委員が出席。福島県側からは、 大竹作馬福島県知事ら県幹部、そして新潟県側からは、岡田県知事ら県幹部のかに新潟県選出の衆議院議員である田中角栄と稲葉治が出席、た見川上流部の電力開発を担当する電源開発からは、高崎達之助総裁が出席して意見を述べた。この会合で岡田知事は政府が本流案へ一方的に固いでし、 分流案を一個だにしない姿勢を激しく非難、会合後の報道機関へのインタビューで、思う存分意見をぶちまけてやったと不満を露にした。しかし、黒又川分水案については一旦保留として、新潟県議会などに諮ることとした。県議会は、黒又川分水案についても断固拒否の姿勢を求めたが、新潟県内の経済界をはじめ、各方面から下手に拒否すれば、 分水自体が潰れかねず、せっかくの機会を永久に逃しかねない。ここは、対極的な見地で認めるべきだとの意見が強く、出るようになった。県は案について詳細な検討を行った結果、思いのほか合理的で、理想に近い案であったこともあり、承諾の方向に傾いていった。そして同年7月25日に、岡田、大竹良知事は、首相官邸に招かれて、 黒股川分水案についての最終決断を吉田首相より迫られた。この席で岡田知事は即座に分水案を承諾、大竹知事も福島県議会の反対を抑えて承諾するに至った。本音としては両県とも自らの案を100%実施したかったが、差し迫った電力機器を回避するためには、見特定地域総合開発計画の要である奥見 タゴ層の両発電所建設は、早急に進める必要にあるという意識があり、これ以上の停滞を望まなかったことが背景にあった。新潟、福島両県が、黒股川分水案を承諾したことで、政府は直ちに計画の遂行を電源開発に要望し、8月5日には、総理布告時代155号として、ただ見川電源開発事業の実施が、官報に掲示された。 この中で、奥多田見、多後総領ダムと共に黒又川分水が正式な事業として計画に加わり、根幹施設である黒又川第一ダムが着手されたのである。慰霊碑黒又川分水計画は、軽いより、黒又川第一、黒又川第二、黒又川第三、黒又川第四の四発電所を建設、奥多田見ダ,ダムから全長 6km のトンネルを、 通じて、黒又川第4発電所に分水して発電した後、黒又川第1ダムと黒又川第2ダムにおいて、貯水。発電に利用後考え用水として放流し、越後平野に供給を行うことになった。また、黒又川第2発電所と黒又川第4発電所は用水発電とすることも計画に盛り込まれた。下流の水力発電所出力も増強させることで、 合計12万1 0 0 0ットの出力が確保される。1953年12月1日に、現地調査所が開設されダム、発電所建設に着手したが、早期完成が最大の命題であったことから、当期も工事を進めることが決定した。まず地元である、入広瀬村大土地山集落などとの保障交渉を妥結させた後、本格的な工事に入ったが、 最大の難点は発電所建設地点における地質の軟弱さであった。黒又川流域における地質の問題はすでに経済安定本部や商工省が1948年頃には指摘しており、惜しいがただ三川分流案を却下する最大の要因でもあった。導水トンネルを建設する地点は地滑り地帯で毎年地滑り被害を受けていたが、 試験的に掘削を開始したところ湯水や軟弱な地盤が次々現れるなど工事は困難を極めた。軟弱地盤への対応策にはトンネルの鉄筋コンクリートによる補強が施されたが、湯水については排水ポンプがしばしば水没して使用不能になるなど難航し、最終的には排水専用の横口を掘削して排水するに至った。 黒股川第一ダムの本体工事については、電源開発が北海道の十勝川水系で進めていた十勝ヌカビラ一貫、電源開発計画の根幹事業であったヌカビラダムで使用された工事用プラントや大規模工事機械を使用することで、比較的順調に工事が進捗したが、当期も工事を進めなければならなかったことから、積雪や雪崩に悩まされた。 1956年には観測史上最大の豪雪があり積雪は4.5メートルにも達し、雪崩や着雪による設備への被害が深刻であった。さらに、翌1957年には黒又川流域に豪雨があり、設備が流出するなど再度被害を受け、予定後期内に完成させるためその年の冬も工事を続行しなければならなかった。 こうした自然の猛威や地質との戦いを繰り広げながら1957年12月15日にはダム本体が完成し試験的に貯水を行う試験淡水が開始され翌1958年2月17日には黒俣川第一発電所の一部運転が開始されたそして10月12日に全面運転が開始され 南高寺の割には4年11ヶ月という短期間で、黒又川第一ダムと発電所は完成したのである。黒又川第一発電所発電所である、黒又川第一発電所は、ダム直下には建設されず合流先の破壊側に、建設されたダム水路式発電所である。認可出力6万1 0 0 0ットと当時としては、出力の大きい発電所であった。また、第一ダム貯水池に、 ハ間側川からの水を導水することになったが、この間の落差を利用して、水力発電を行う計画が途中から加わった。ハ間川上流には、平石川取水ダムという取水石が設けられ、ダムで取水された水はトンネルを経由して、ハ間川支流の末沢側に一旦放流。ここに、末沢川第一取水ダムを建設して再度トンネルで、黒股川第一ダムに導水される。 このうち破綻川と末沢川の間にある落差を利用して末沢川の放流口に末沢発電所を建設し最大 1500kW の発電を行うものである。黒俣川第一発電所と同時に運転が開始されたがこの末沢発電所は電源開発が所有する水力発電所では最小規模の発電所である。第1ダム 発電所完成後1961年からは、直上流に黒又川第二ダムの建設が始まり、高さ82.5メートルのアーチ式、コンクリートダムで総貯水容量を6000万、立方メートルという大規模なダムにもかかわらず、わずか3年で完成している。第二ダムの完成によって1964年1月14日より、自流混合式用水発電である、 黒股川第二発電所が稼働、新潟県内の品野川水系では、初となる用水発電が行われた。なお、当初、第二ダムは、有効貯水容量が千万立方メートルであったが、その後現在の規模に拡大したことで、新潟平野への灌溉用水供給のメドが立つことになった。このため、新潟県は、第二発電所完成後に着手する予定であった。 黒又川第四発電所、すなわち奥多田見ダムからの分水計画を取り下げる申し入れを電源開発に行い、1961年9月に多田見川分水は廃止された。これにより、新潟県長年の懸案事項であった多田見川分水案は思わぬ形で解決したのである。その後黒又川第三発電所計画も中止され、最終的には、 黒股川第一発電所、黒股川第二発電所による揚水発電及び末沢発電所の3発電所体制となったが、その後の諸事情により黒股川第二発電所における揚水発電も中止されて、一般水力発電所として規模を縮小することとなり、現在に至っている。発電された電力は送電線を通じ、東北電力に供給され、新潟市、 仙台市をはじめ、東北地方及び、新潟県の電力需要に応えている。黒又川第一ダム湖黒又川第一ダムは、釣りのスポットとして知られ、朝早くから、釣り好きが車を連ねて、ボートによる釣りを楽しむ。このため休日になると、ダム砂岸にある駐車場は、車で溢れる。それ以外に関しては、ダム周辺に、特別の観光スポットはない。ダムへは、 関越自動車道、小出インターチェンジから国道252号を、ただ見、会津若松方面へ通信し、旧入広瀬村中心部で、新潟県道500号に入る。黒又川第一、第二ダム入り口の看板があるのでそれが、目印となる。第一ダムまでは1.5車線の比較的狭い道路で、あるが、路面は舗装され、フラットであり走りやすい。ただ二箇所ほど、 道路上を川が流れているので、雨天などでは要注意である。さらに、第一ダムから第二ダムへ至る道は、2004年の平成16年7月新潟、福島豪雨及び新潟県中越地震によって、道路崩落、崖崩れなどが多発し、2017年現在も、なお完全に通行止めである。したがって、黒又川第二ダムへは行くことができない。 ありがとうございます。